どうも影山です今日はですね思考の癖を考えるということですね。えー、あ癖を知るですね。自分の思考の癖を知るということについてお話しさせていただきたいと思います。えー、人間ね一人一人ね、えー、思考の癖がこうあると思うんですね。えー、自分がこう,こういう状況になった時はこういうふうに考えてしまうとかこう思ってしまうっていう癖があると思うんですね。例えばですね、えー、コップに 半分水が入ってると半分水が入ってるこれをパッと見た時にですねあこの水もう半分しかないまだ半分残ってるっていう考え方とだから水がこう半分あるのもう半分あるって見るだけの場合もあるんですけど基本的にそのどっちかやと思うんですけどあもう半分しかないわって思う人とまだ半分あるわって思う人がいると。 しますよね。これが自分のこう思考の癖なんですよね。んであのー、どっちの考え方をした方がいいとかそういうことではないですね。そんな単純なことではなくてですね、そういう自分に癖があるっていうことを知るということですね。んであのー、どういうんですかそのその癖を知ってですねそのその癖がねあのー、自分にとってこうどういうこれから人生を歩んでいくに 向かってです、ね、その変えなければいけないんちゃうかなと思う癖とその思考の癖とあこのままでいいんじゃないかなって思う癖とそういうのをこう分けていくというか見ていく、えー、知っていくっていうことですねほんで、えー、コップの先の方コップ水が半分あるっていうので言うとその、えー、で例で言うとですねそのケースバイケースでこの場合はコップにまだ水が半分入ってると思った方がいいと思う。 思考の方がいいと思う場合とあまだあ、えー、もう半分しかないと思う方がいいっていう場合とそういういろんなこうケースがあると思うんですけどそれをね柔軟,柔軟にこう考えられるその冷静というかそのこう俯瞰的に見れるというかそういう状態っていうのがすごくいい状態なんじゃないかなと。 いうふうに思ほんで,すよ、ねであのー、結局思考の癖っていうのはその今まで自分が生きてきた例えば、えー、50歳であれば50年間考えてきた癖なんでなかなかその人の癖の習慣っていうか癖の習慣いうかその癖をね、えー、思考の癖を直すっていうのは難しいんですよね。でなかなか治らないと思うし治そうと思わんとなかなか直すことはできひんと思うんですけどこれはね時間をかけて えー、癖を直していくという形ですね。で思考をこうバージョンアップさせるというかより良い方向の思考をするようなふうにこう持っていくというかそういう考え方ができるようにこう。 どどんどん,どん,どんバージョンアップさせていくというのはそういう自分がえこういう考えを持ちたいという思考をどん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 頭の中にこう入れていくんですね。これ繰り返し繰り返しやっていくんですね。ほんでそれをずっとやっていくことによってえ徐々に徐々にその考え方が考え方思考が変わってくるというふうになっていくと思うんですよね。ほんでだからですねそのずっと自分がその 幼少期からですね、えー、ついた癖っていうのはまあ親の影響っていうのはすごく大きいと思うんですけどそういう本で学校のその教育とか日本のあれとかそういうもんがこう自分に刷り込まれているというかそういう思考の癖があるんでですね、えー、直すっていうのは大変なんですねでその頭の中がこう100%あるとしてその 1%, 1でもね昔の自分の思考の悪い例えば癖があったとしたらその1%というのはむちゃくちゃ強いんで周り99%が新しいそのバージョンアップした思考の考え方がこう入ってたとするのにその1%を 消すぐらいの気持ちでやらないとですね、なかなかそれがまたその1%がガーッと広がってきよんですね。そのバージョンアップをこう繰り返さなきゃいけないんです。そうしない前の思考に戻っていきようっていうことになるんですよね。だからあの繰り返しが必要、繰り返し学習というか。えー 経験することもそうですしで経験してその思考の癖が出た時に「あやまたこういう考え方になってんなこう思う」とかそういうのをこう繰り返さなあかんですよね。ほんで自然とそのいい感じの癖になってきたらもういいんじゃないかなとそ,のそれでやっとその治ってきたということが言えると思います。ということで今日は、えー、思考の癖を知るということについてお話しさせていただきました。では今日も よっしゃーで行きましょうどうもありがとうございます